こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では靴下というテーマでお話をしてみたいと思います。靴下というのは毎日履くものなので、皆さんもですね、ご自身なりのこだわりみたいのがあると思うんですが、それは僕自身も同じなんですね。結構いろんなものを履いてきて、僕の中ではこれがベストだなという靴下ってやっぱりあったりするんですね。ただですね、僕は面倒くさがり屋なので、着こなしによって様々な靴下を使い分けるってことはそんなにしないんですね。ざっくり分けるとですね、春夏はこのバージョンで行こうというのがあって、秋冬に関してはこの2つをですね、順番に履いていこうみたいな感じで自分の中でユニフォーム化しているんですね。いろいろと試した上で自分の中の鉄板っていうのを決めると、日々のですね、靴下選びは楽かなというふうに思っています。今動画を撮っているのは6月の初旬なんですが、この季節にはですね、鉄板の靴下があるわけですね。それがですね、ベリーショートソックスというジャンルなんですね。皆さん名前は聞いたことがあるでしょうか？結構ですね、最近ではこの手の靴下いろんなお店でやっているので、見たことがあったり実際に履いたことがある方もいらっしゃるのかなと思っています。このような靴下との付き合いは僕は長くて、もう10年ぐらいですかね、こういったジャンルの靴下を履くようにしています。春夏、特に夏に関しては暑いので、正直ですね、毎日素足で過ごしたいんですが、靴を履く時にはなかなかそうもいかないので、なるべく薄手で靴下の存在を感じさせないようなものを履くようにしています。今日はですね、実際にベリーショートソックスをですね、いっぱい持ってきたんですね。はい、ここにですね、今4種類あるんですね。今日は、ブランドごとにですね、また特徴が変わってくるので、ベリーショートソックスの比較ですとか、あとはこれはですね、できれば避けてもらいたいというものも具体的に事例を出しながら解説をしてみたいと思っています。まず1つ目から解説したいんですが、こちらをぜひ見ていただきたいんですね。ユニクロで買ってきたショートソックスというジャンルなんですが、これはね、いわゆるくるぶし丈のソックスと呼んだりするんですね。こういったジャンルは僕が高校生ぐらいの時から出始めたんですね。それまではこういった靴下ってあんまり多くなかったんですけど、体育の時間におしゃれに敏感なサッカー部の人たちがこういった靴下を履き始めたのを見て、あ、なんだあれ、かっこいいなと思って僕も真似をしたのを覚えています。靴下といったら通常ですね、もっと長さのあるものが多かったんですが、それがくるぶしだけということで、春夏でもですね、軽快に履きやすいというところで、もう定番の靴下になってるかなと思うんですが、これにはですね、一つデメリットがあって、ちょっと丈の短めのボトムス履くと靴下が見えてしまうんですね。これがあんまりかっこよくないんですよ。後で実際に履きながらですね、具体的にお見せしたいなと思うんですが、このような春夏の靴下に関してはできるだけ存在を感じさせない、それがベストなんですね。そういう点で考えると、このくるぶしだけのソックスというのはあまりですね、おすすめできないかなと思っています。このような靴下をですね、たくさん持っている方は、これからご紹介するさらにですね、履き口が浅いもの、なるべく靴下を履いている状態がわからないものをですね、揃えていただきたいなと思っています。じゃあどういったものが正解なのかというと、同じくユニクロで言ったらこちらですね、ベリーショートソックスというもので、先ほどのものに比べると、このくるぶしの部分の生地がなくて、足にかぶせるように履くようなタイプなんですね。フットカバーなんて呼んだりもするんですが、このジャンルであれば結構履いてるのがわからないので、皆さんにもぜひこちらを取り入れていただきたいなと思っています。ユニクロは1足390円でめちゃくちゃ買いやすいっていうのもあるし、定番中の定番なのかなと思いますが、あとはですね、この無印良品のフットカバーというのもあるんですね。これが結構ネットで調べると評判が良かったりするんですね。ですので今回はですね、この2つも実際に履いて、その違いというのを見てみたいなと思っています。そして忘れちゃいけないのがこちらですね、ファルケというブランドの靴下なんですが、こちらはですね、10年前に僕がベリーショートソックスというジャンルを初めて履いた時選択をしたブランドだったんですね。その当時はまだこういったものってほとんど市場になかったんですね。ですのでこのジャンルを広げたのは僕はファルケなのかなと思っています。当時は多分ユナイテッドアローズで買ったかなと思うんですが、今でもですね、セレクトショップに行くとこのファルケの靴下は置いてあるところが多いかなと思っています。そういった意味ではまさに元祖のですね、ベリーショートソックスなのかなと思っていまして、今でもですね、3足ぐらい僕はこちらを持っていて、それをローテーションしながら使っています。このようにですね、ベリーショートソックスだけでもですね、各社でいろんなものがあるんですね。それらをですね、実際に僕は今日履きながら皆さんにどんな違いがあるのかをですね、お勧めしたいなと思っています。大事なポイントは2つあるんですね。まず1つ目に関しては、靴を履いた時にこの靴下が見えないかどうか、これめちゃくちゃ重要ですね。ベリーショートソックスでも微妙にですね、靴の間から見えるものがあるんですね。これ
これはあんまりいただけないので、実際にスニーカーとローファーを用意していますので、そちらを履いてこの靴下が見えないかどうかをチェックしてみたいと思っています。そして2つ目の大切な項目なんですが、これはですね、長く使ってみないとなかなかわからないところなんですが、脱げにくさというところ、これもですね結構重要なのかなと思っています。これ難しいのが、履き口が狭くなればなるほど靴下の存在感ってなくすことができるんですよ。でもですね、履き口が浅くなるとどんどん脱げやすくなるっていうね、ジレンマがあるんですね。まあこれがですね、どのあたりが一番塩梅がいいのかというところもですね、今日は見てみたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ここからは実際に靴下を履いてみながらですね、比較をしてみたいと思います。まず一番最初に履いたのはですね、ユニクロのショート丈の靴下ですね。まあいわゆるくるぶし丈と呼ばれるものなんですが、ちょうどですね、このくるぶしぐらいが隠れるぐらいの長さになっていて、まあ定番的なですね、ソックスなのかなというふうに思っています。まあ履いててですね、履き心地は確かにいいんですが、実際に靴と合わせてみるとですね、はい、こんな感じです。あんまりかっこいい感じではないかなと思いますね。今僕が履いてるパンツというのは久保丈のものになります。ちょっと今座っているので、普段の位置よりもかなり浅めになっているんですが、普段はですね、これぐらいの長さになっています。その状態でもですね、この靴下の長さが微妙ですね。長いんだったら長いで、素肌が見えない方がバランスがいいかなと思いますし、見せないんであれば徹底的に見えないようにしてしまった方がバランスがいいのかなと思います。やっぱりこの長さだと中途半端な感じはしますね。ということで、このようなくるぶしだけの靴下というのは、個人的にはあまり推奨できないかなというふうに感じています。あくまでスポーツをするときですとか、日常使いであれば全く問題はないかなと思うんですが、まあ、おしゃれをしようというときにはですね、履かない方がいいかなというふうに感じています。はい、続いてファルケというブランドの靴下を履いてみました。今回買った中で一番高くてですね、僕の中では定番として使っている靴下なんですが、どうでしょうか。かなりですね、履き口が浅いのがわかるかなと思います。今回はですね、履き口の長さも測っておきたいと思います。親指の先からこの履き口の先端まで何センチなのかをちょっと調べてみたいと思いますね。数値はですね、およそ10センチぐらいになりますね。親指の先からこの履き口の先端まで10センチということで、かなり浅い形になっています。このような靴下であれば、もちろんですね、スニーカーを履いた時にもほとんど存在感が感じられないかなと思います。前から見ても見えないですね。横から見ても見えないです。まあ、かかとの部分にはですね、どうしてもちょっと見えてしまったりはするんですが、これはさすがに仕方がないかなと思います。それ以外は全部カバーできているのがこのファルケの靴下になりますね。個人的には大満足ですね。続いてローファーではどうなるのかを試してみたいと思います。はい、続いてローファーに履き替えてみました。どうでしょうか。こちらもですね、全然見えないですね。僕にとっては安定感のある見え方になっています。この状態でも全く見えないですね。結構靴下によってはこの端っこの部分からですね、ちょっと見えてしまうものもあるんですね。それがあんまり好きではないので、僕はこのですね、ファルケの靴下を愛用していますね。各ブランドの中でも最も履き口が浅いかなと思います。横から見てもほとんど存在感がありませんね。まあここぞという時にはやっぱりファルケを履いた方が安心感があるのかなという感じがしています。10点満点中、見え方においてはもう間違いなく10点がつけられるかなというレベルかなと思っています。ただデメリットはですね、やっぱ履き口が狭いので、何度も脱ぎ履きしてたりだとか、歩いてるとですね、どうしても脱げてきてしまうんですね。これはですね、長い時間履かないとわからないと思うんですが、これはもう仕方ないですね。履き口が浅いので、それだけ脱げる可能性が高くなってしまう、トレードオフの関係かなというふうには思っています。続いてユニクロの方に履き替えてみたいと思います。はい、ユニクロに履き替えてみました。どうでしょうか。履いた感じなんですけど、めちゃくちゃ肌触りがいいですね。質感がいい、履いていて気持ちいいっていうのがユニクロの特徴かなと思います。僕は最近ファルケばっかりを履いていたので、久々のユニクロなんですが、やっぱりですね、進化してますね。ユニクロのすごいところは、企業としての規模も大きいですし、毎年少しずつアップデートされている感じがするので、すごくですね、質感としてはいい感じがします。履き心地に関してはファルケよりもいいんじゃないかなというふうに感じています。今度はですね、履き口の長さを測ってみたいなと思います。先ほどファルケが10センチだったんですが、ユニクロはですね、だいたい 12.5 センチぐらいになりますね。先ほどのファルケと比べると 2.5 センチぐらいの違いがあります。ユニクロの方が深いですね。その分ユニクロの方がしっかりと足にフィットして脱げにくいのかなというふうには感じています。見た目の部分なんですが、スニーカーに合わせると前から見ても見えることはないです。横もですね、見えないですね。かかとの部分は仕方がないと思います。ユニクロの靴下は
はこのようにスニーカーと合わせる分にはもう間違いのない選択かなと思います。ファルケは見栄えの上では一番いいですが、どうしても脱げやすいというデメリットがあるんですが、ユニクロは結構深さがあってスニーカーで履く分にはですね、非常にバランスがいいかなと思います。で、問題はですね、ローファーなんですね。ローファーの方が履き口が浅いので、ローファーを履いた時にどうなるかをちょっと試してみたいと思います。どうでしょうか。僕の位置から見るとですね、想像通り靴下がちら見えしてるんですね。この端の部分、どうしてもですね、履き口が深くなると見えてしまうんですね。これがあんまり好きではなくて、ローファーだとか革靴には基本的にはユニクロの靴下って僕は合わせないんですよね。まあ、数年前に履いた時にもこの問題にぶち当たって、ユニクロの靴下は履かなくなってしまいました。横から見ると特にそうですね。この端っこの部分がどうしても見えてしまうので、それがあんまりかっこよくないかなというふうに思っています。ただ数年前はユニクロの靴下ちょっとないかなと思ったんですが、最近はですね、夏場はもうほとんどスニーカーしか履かないので、それであればユニクロでも十分なのかなというふうには感じています。これは皆さんの利用頻度によりますね。ローファーとか小綺麗な靴を履くことが多いのであればユニクロはあまりお勧めしないですが、スニーカーを履くことが多いのであればユニクロの方がお勧めできるかなと思っています。はい、続いてラスト、無印良品の靴下を履いてみました。どうでしょうか。履いた感じはですね、ファルケとユニクロの中間ぐらいですね。ユニクロほどの履き心地の良さというのは感じないですが、かといって履き心地が悪いというわけではなくて、無印良品の方が少しドライというか、肌と触れた時に少しザラッとしていて、夏なんかはベタつかなくていいのかなという感じはします。履き心地はすごくいいと思いますね。肝心の履き口の部分なんですが、こちらも長さを測ってみたいと思いますね。親指の端から測ってみますが、長さは11センチほどになりますね。先ほどのファルケが10センチで、ユニクロが 12.5 センチなので、ちょうど中間地点に当たるのが無印良品になりますね。なんとなくめちゃくちゃいいような気がしてるんですが、気のせいでしょうか。今スニーカーと合わせてますが、もちろんですね、見えないですね。このように前から見ても大丈夫ですし、横から見ても見えないので、問題はローファーですね。ちょっと履き替えてみましょうか。はい、ローファーに履き替えてみました。どうでしょうか。僕の位置から見るとですね、少しだけ見えるんですよね。少しだけ端っこに見えてるんですよ。横から見るとどうでしょうか。この部分ですね、ユニクロよりははるかに見えないですが、ほんの少しだけ見えるのが無印良品なのかなと思います。僕もですね、今回初めて無印の靴下を履いてるんですが、まあ、ローファーで履いてもちょっと見えるけど許容範囲内かなと思います。価格もファルケンに比べるとかなり手頃なので、その点でも安心感があるかなと思います。まあ、実際に比較してみるとですね、それぞれの違いが分かって、まあ、履き心地で言うとユニクロが断然いいかなと思います。まあ、しばらく履いてみないと分かんないですが、無印の方がファルケよりはですね、脱げにくいかなと思うんですが、やっぱりですね、ユニクロの方が断然ホールド感というのは強いので、脱げにくいのかなというふうには思っています。ただトータルバランスで言ったら無印が一番最強なのかなと思っています。価格もちょうどいいですし、ローファーで履いてもスニーカーで履いてもほとんど見えないですし、脱げにくさというところもファルケよりはいいので、非常にバランスがいいのが無印良品のソックスかなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では春夏に活躍する靴下を特集をしてみました。この時期に重宝するのはベリーショートソックスというところで間違いはないんですが、それぞれのブランドによって特徴が異なるというところをお分かりいただけたかなと思っています。それぞれに良し悪しがあるので、そのケースによってどれが一番かは変わってくるかなと思うんですが、トータルバランスで言ったら無印良品の靴下がすごくバランスが良かったかなと思っています。そして履き心地を徹底的に追求したいのであれば、ユニクロが間違いのない選択かなと思います。特にですね、スニーカーしか履かない方の場合はユニクロで十分かなと思っています。このように実際に比較をしてみると、いつも履いてるファルケだけが正解というわけではないんだなというのを改めて実感をしました。それでもですね、ファルケというのは僕にとってはですね、もう定番なんですね。このようなベリーショートソックスの元祖なので、これからもファルケというものは大事に履いていきたいなと思っています。同じ黒のベリーショートソックスでも全然見え方が違うので、皆さんもぜひ比較をしてみながら、皆さんにとってのベストというものを開拓していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。